今日はちょっと重くてごめんね。隣町まではもうすぐだよ。ほらほら、どいたどいた。気をつけろよな。パトラッシュ大丈夫かい？パトラッシュ、どうしよう。パトラッシュ、どうしたんだい？よし、こんなもんだろ。さあ、できた。これでなんとか動くと思うよ。ありがとうございます。今はちょっと修理代がないんです。なんだ、そんなこと気にしてたのか。困った時はお互い様だよ。え？ねえ君、アントメヘレンっていう町を知っているかな？ヘルマーさん、見えてきましたよ。あれがアントメヘレンの町です。どうかしたんですか？いや、ありがとうネロ君。パトラッシュ、さん、あの町に何か心配事でもあるみたいだったね。おいおい、大ニュースだぞネロ。ニュースだぞネロ。おはようジュルジュ、ポール、何かあったのかい？隣町に泥棒が出たんだってよ。出たんだってよ。隣町ってアントメヘレンだよ。行ってみようぜネロ。こいつだよ。こいつに間違いない。ほら見たんだ。ヘルマンさん、知ってるの？ネロ、ヘルマンさん、どうしたんですか？ネロ君、どうしたもこうしたもあるもんかい。こいつが俺の家から金を盗んでいったんだ。僕じゃありません。だったらあんな夜中になんでうちの前をうろちょろしてた？それは見ろ、言い訳できねえだろうが。ヘルマンさんは悪い人じゃありません。昨日は困ってた僕を助けてくれたんですよ。はあ、子供をそそのかして町に近づいたってわけか、このよそ者が。アントワープの町に知らせるしかないな。係の者を呼べば厳しく取り調べてくれるはずだ。それまでうちの役場で預からせてもらう。さあ、立つんだ。ここでしばらくおとなしくしているんだぞ。いいな。大丈夫ですか、ヘルマンさん？ヘルマンさん？ヘルマンさん？ネロ君、ごめんな。君にまで心配かけて。ヘルマンさんが泥棒するわけないですよ。ああ、僕は何も盗んじゃいない。それならどうして？実は母さんをこの町で見かけたっていう人がいてね。え？でもその人が言ってたんだ、母さんはこの町でどうも新しい家族と暮らしてるみたいだって。急に僕みたいな子供が現れたら母さんはきっと迷惑する。だから一目だけ顔を見て帰ろうと思ってたんだ。もしかしたら昨日の夜も？街中を随分歩き回ったけど見つからなくてね、宿に帰ろうとした時だった。おい、こら、誰だお前は？人の金を盗みやがって。いや、違うんです。こ
こら待て。じゃあ本当の泥棒を見かけたんですね。僕の話なんか誰も信じちゃくれないよ。そうだ、いいこと思いついた。ヘルマンさん、ネロは絵が上手なのよ。アロア、ねえネロ、泥棒の似顔絵を描くのよ。似顔絵か。ついでにお母さんの顔も描いてあげなよ。その絵を持ってみんなで探しに行こうぜ。な、ポル。探しに行こうぜ、ネロ。そんな、うまくいくかな。ネロならそっくりに描けるわよ、絶対。どうですか、ヘルマンさん。できました。これでどうですか、ヘルマンさん。似てないの？うん。そっくりなんだよ、母さんに。やったぜ、ネロ。やったぜ、ネロ。ありがとう、ネロくん。さあ、早くこの二人を探さないと。急ぎましょう。うん。待っててくださいね、ヘルマンさん。手柄だったね、君たち。いいえ、パトラッシュが見つけてくれたんです。ありがとう、ネロ君。みんな、今度はお母さんを探す番ですね。もういいんだ。え？こんな騒ぎになってしまって、きっと母さんに迷惑がかかってしまう。でも、いいんだよ。僕にはネロ君が描いてくれたこの絵があるから。どうしたんですか？懐かしいな。母さんが作ってくれたカルボナーラの匂いによく似てる。本当だ、いい匂いがする。母さんの得意な料理でね、チーズがたっぷりかかって美味しかった。こちらぞ。こちらこちら。この家からだ。ほら、何か用かい？ちぇ、何でもありません。そうだ、チーズだよ。ん？チーズをよく買いに来る人を探してみようよ。おや？知ってるんですか？ルーデルさんのお屋敷で働いているお手伝いさんによく似てるな。その人だわ、きっと。はい、できましたよ、お嬢様方。さあさ、座ってくださいな。あ、どうしたの、マレーネ。うん？あら、誰かしら。まさか、あなた。あっ。
座ってきたんだい。こんな美味しいカルボナーラを。ちょっとお母さんの味がするよね。